おはようございます。おはようございます。佐賀県知事の古川靖でございます。今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。どうぞ。今私どもで情報化を進めている中心メンバーの一人は、韓国人の日本の自治体の情報化の推進に非常に力をしていただいています。また、教育の情報化については、たくさんの先生たちが韓国の学校に視察に行ってまして、それでいろんな発見をして、8月の2日にジャパンデーが予選博で開く会をたくさんの人で見ていただいて、非常に評判が良かったですね。今回の交流を通して外国の方のコミュニケーション能力の高さっていうのをすごく実感しました。まあ、グローバル化時代ですから、こういう機会を通じてですね、よその世界に対する関心と愛情とかですね、それを持つことは21世紀には本当に大事ですから、外国の学生若者との交流をですね、インターネット時代ですから、それも利用価値をしてどんどんそれを広げていけばですね、若者たち の世界が一緒なんですという意味なんですけど、若者はもう何にもできる無限大なんです。だからその無限大を目指して頑張ってください。